サイバーエージェントサイバース株式会社サイバースはスマートフォンのインターネット広告代理店事業を主とする企業である。本社は東京都渋谷区に所在。サイバーエージェントの100%出資者会社。代表取締役は山内隆弘。スマートフォン向け広告事業の KIOX やプレイ動画共有サービス、オープンレック、TV などを主な事業としている。 また、スパーリーブバイオープンレックは、サブスクリプションモデル、ペーパービューモデル、エール等が対応している。特徴は、フル HD の高画質超低遅延で、解像度 1920X1080P& 最大フレームレート 60FPS の配信ができる。月間利用者数は300万人を超えている。インターネットテレビ局。 アベマ TV のアベマウルトラゲームスチャンネルが2018年1月22日に立ち上がったことにより同チャンネルの番組制作も開始オープンデックの一部番組主催イベント0時の過去配信も提供している株式会社サイバーエージェントが提供するライブ配信プラットフォームフレッシュライブとサービスを統合した2015年4月社内に ゲーム実況専用スタジオオープンレックスタジオを設営。当初はテーマ別個人用3スタジオとソファを備えたメインスタジオ1つのコントロールルームを設置しオープンレックのライブ配信に対応。約1200平米、天井高5メートルの広さを有している。2016年11月に最大12名の対戦が可能な競技をブース実況。 解説専用ブース、発表会エリアを新たに設置。2018年2月に、ウルトラゲームスチャンネル開始に合わせ、スタジオリニューアル。スタジオごとに副調整室が設けられ、最大7番組の同時配信が可能。またニューテック社のマルチチャンネル HD、SD 映像リプレイスロー再生システム、サンプレイを設置。2020年6月、新サービス。 スパーリーブバイオープンレックリリースに伴い一部スタジオ、改装、音楽ライブ専用機材を追加。a e x エンタテインメント株式会社と共同開催する e スポーツ大会。中継番組も制作。大会視聴数は700万を超えている。ライブ動画プラットフォーム。コンピューターゲームのプレイ動画共有サービスとして開始。 2017年から配信者への広告収益分配機能、有料アイテムによるエール機能を実装。2019年1月、サイバーエージェントが運営しているフレッシュライブを統合。フレッシュライブの実質的な後継サービスとして、ゲーム配信にとらわれないライブ動画プラットフォームとなる。2020年6月、アーティストのライブ活動をサポートする機能としてリリース。 オープンデックの各種機能のほか、ペーパービュー機能が使用可能。アベマ TV ウルトラゲームスのロゴ2018年1月21日、アベマ TV の新チャンネルとして開設。チャンネルのプロデュース、ほぼすべての番組制作を担った。これはこの時点での他社制作ゲーム番組の多くが、商品販促プロモーションによる番組だったこと。このため買い付けて、 配信という形式が困難であり、制作体制を整えるため、当初2017年10月開設予定だった、開局日も大きくずれ込んだったという。前述した、デイブカコ大会の実況中継番組、オープンレックオリジナル番組の一部も配信した。2019年3月31日、アビマスペシルチャンネルとの統合により終了。 主な制作番組2018年12月1日、設立。e スポーツイベントの企画運営。e スポーツを活用した、ブランディング、販売促進活動。2018年5月14日設立。バーチャルキャラクターの制作、VR イベントの制作、VR システムの企画、開発。2020年6月30日解散。 2017年8月9日設立。オリジナルグッズの開発販売。e スポーツ選手のタレントマネジメント事業2019年11月設立。e スポーツコミュニティ大会プラットフォーム。プラヒラの企画、運営。ありがとうございます。